はい、皆さんこんばんは。4月10日月曜日、337回しゃべくりマッシュルームの時間がやってまいりました。今日のマッシュルームはですね、朝見ましたら、温度計を見ましたらですね、10度ぐらいで、日中はですね、もうずっと上がってきましてですね、東城のあんず、これもですね、お客さんに聞きましたら7、8分ぐらい の咲き具合だという形で、結構喜んで帰られました。そんなマッシュルームでございます。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、倉崎寛城先生追悼メモリアルコンサートを主催する倉崎寛城先生を偲ぶ会実行委員会の皆さんですが、倉崎智子さん、それから辰堀瑞江さん、それから中島隆夫さん、それから島田幸、正幸さん、すいません噛んでしまいました、の4人おいでいただいて、これからお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、初めにですね、コンサートがありますけれども、どのようなコンサートなのかっていうのはちょっとご説明いただきますかね。演奏会のきっかけからお話しさせていただきたいと思います。はい、私が松代中学校の3年生の時に、はい、倉崎寛城先生が吹奏楽部の顧問だったんですが、その時に遺言というかメッセージを預かったことがきっかけです。その言葉というのは、俺の葬式には、この曲を流してくれっていうものだったんですが、この曲というのは私が3年生の時の吹奏楽コンクールで演奏した、ヴェルディという人が作った歌劇運命の力序曲という曲です。私はこの先生のメッセージというか言葉をずっと覚えていたのですが、先生が、昨年亡くなったんですけれども、先生お寺のご住職でもあられたということで、お葬式に流すことができなかったんです。それで、先生の追悼コンサートを開いて、この曲を、先生の希望だったこの曲を教え子たちで演奏しようと考えて、この演奏会をやろうと思いました。あ、そうですか。はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、この寛城って一応ここにね、書いてあるんですけど、私ら寛城って呼んで、寛城って呼ぶんですよね。あえて寛城って呼ぶんですね。まあ、これからそういうお呼びしていきたいと思いますけれども、これ寛城さんのどんな方なのかっていうので、倉崎智子さんにお話を聞きたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、昭和3年に松代で生まれまして、はい、で大学を卒業後、青木島中学、八代中学、川端中学、江北中学、西部中学、松代中学で退職となりました。で、70歳までは、はい、あちこちの学校の吹奏楽の指導に当たっていました。で、その間にも西部中学の OB と松代中学の OB など毎年30年にわたって5月の連休に演奏会を行ってきました。たくさんの教え子たちに囲まれて、最後まで先生として楽しくやってきたと思います。そうですか。はい、まあ、あとですね、このプロフィールみたいなのございますので、まあ、ちょっとこっちはこっちでお話聞いていますけど、ちょっとお話していただいていいですか。先生のプロフィールみたいな、経歴みたいな。ですかね、今もお話あったんですけど、先生が、始めたのは川端中学で、32歳の時、この時に、吹奏楽の指導を始められています。で、その後、江北中学、西部中学、松代中学でそれぞれ吹奏楽部の顧問をされています。で、特に、西部中学にいた、時にですね、コンクール吹奏楽コンクールでだいぶ良い成績を収められてますね。そうですね、はい、高等音楽コンクール、これは、最優秀賞を取った時ですかね。そうですね、56年ですね、はい、SBC 子ども音楽コンクールってコンクールが、今もあるんですけども、その時に、東日本大会で、最優秀賞を取った時の
ですね。これもあれですかね、同じ、ね、そうですね、同じ年にこの年に、全日本吹奏楽コンクールの東海大会ですね、はい、県の代表として、はい、出演されております。はい、はい、もう一つちょっとパネル大きいですけど、はい、これはもう少し前ですね、53年だと思うんですけども、西部中学校の時に、うん、同じく東日本吹奏楽コンクールの方へ出場されて、うん、演奏したパネルになりますね。そうするとあれですかね、結構あの長野市の中でも吹奏楽って結構盛んにやられてたってことなんでしょうかね。そうですね、長野県 の吹奏楽の草分け的な存在で、うん、吹奏楽連盟の、理事の方も常任理事おやりになってて、だいぶその最初の頃にだいぶ尽力された方だっていうふうには聞いております。まあ、だけど友さんあれですよね、音楽っていうか普通 の先生方だったら、まあ、2年3年か、ね、4年ぐらいで、転勤っていうあれですけど、倉崎さんの先生の方は結構長くこういう形っていうあれがありまして、腰を据えてうまくこういうあれができたっていう感じも私は感じるんだけど、いかがですかね。そうですね、ほとんどの学校が7年とか8年とか、うん、勤めていますので、はい、一つのどの学校でも生徒たちに慕われて、はい、惜しまれて次の学校に転勤するような感じだったと思います、うん、なるほどね、はい、まあ、あとですね、この若き日野っていう形でちょっと写真ね見てきたんですけども、これ見ていかがですかね。この上の写真と比べると全然違う感じはするんですけど、これ見て私もちょっと驚いたんですけどね。うん、もうこちらの上の方のがものすごく若いって感じしますもんねそういうの見ていかがです。髪の毛の長い頃、うん、多分30代とか40代だったと思うんですが、うんうん、私が中学に入学した時には、はい、もうすでに丸坊主だったのでこの髪の毛の長い頃は、うん、知っている人がこの中にもいないんです。いないです。はい。なるほどね。わかりました。あと吹奏楽団でなんかシナノキみたいなんですね。これも作られていますよね。これもちょっとなんか説明していただいていいですか。はい。最初は西部中学校と松代中学校の OB で吹奏楽団やってたんですけども、はいはいはい、その後に、15回終わった後で改めてその松代を拠点にですね、うん、倉崎先生の教え子の中心に吹奏楽を楽しむ人たちが集まってできた団体がその信濃木管楽座という吹奏楽団なんですけど、うん、団の団名はですね長野信濃市の木があるんですけど、はい、信濃木っていうのがあるんですが、そちらから取らさせていただいております。で主な活動として年に1回ゴールデンウィークの連休中に音楽会をやってまいりました。あれですかね、この中島さんはこれ何ですかね、吹奏楽の部に入部したっていうきっかけって何ですか。そうですね、私はもともと運動があまり得意でなかったっていうのもあるんですが、はい、小学校の時に、はい、ピアノを習っていて音符が、そうですね、音符が読めたっていうのと、町のお祭りなんかでその警察音楽隊の、はい、生演奏を聞いたりとか、はい、中学生の吹奏楽団の演奏を聞いてかっこいいなというふうに思って、はい、私もやってみたいと思ったんですね、うん、あれですか、島田さんいかがですかね。島田さんはどういうきっかけですか。僕も3歳の頃からピアノ始めたんですけども、はい、本当のきっかけっていうのは本当はね合唱部に入りたかったんですよ、はい、だけどその顧問の先生に男の子はいらないよって言われたんで仕方なく吹奏楽の方へ現在は何やってられるの。現在も昔からトランペ中学の子がトランペットをやってるんですけど、はい、今消防団に所属しまして、そこにラッパ隊っていうのがあるんですけど、そこのラッパを吹いています。あ、そう、はい、生かされてるってことですね。そうですね、わかりました、はい、
はい、ですね、その続いてあれですね、まあ、こういったあの先生の、お仲間って言えばおかしいですけど OB の中にも結構演奏ですね活躍されている方もいらっしゃるというので、まあ、写真ちょっと持ってきていただいたんですけど説明していただいていいですかね。はい、これはあの西部中学校と松尾中学校の OB 演奏会を始めて第10回目の演奏会なんですが、先生 の, あの両隣にいる方があの教え子の方なんですけども、はい、左の方あの左の、赤いドレスを着た方が、はい、あの声楽で音楽大学行かれて、活躍されておりました、はい、で右側の方は、そちらですねあのオーボエで、音楽大学やはり卒業されて、うん、それで活躍をされていらっしゃいました、うん、はい。現在何歳ぐらいの方ですか。そうですね、うん、およそで、ね、およそ50歳ぐらいですかね、うん、はい、はい、あとあれですかね、そのあそうだ、そこにちょっと指揮棒のあれがあるっていうんで、これちょっと説明していただいていいですか。はい、これはあの、昭和51年ですね、はい、あの西部中学にいた時にあの東日本大会であの最優秀賞をいただいた時にいただいて、学校に本当はあるものなんですが、はいはい、あのとても成績が初めて良かったので、うん、あの転任するときに PTA の方から、はい、お母さん方から、はい、あの レプリカを作っていただきまして、はい、であの個人にあのいただいたものです。そうですか、まあ、大事に取っておいていただいてですね、はい、まあ、喜ばれたと思いますよね、こういったものがね自分の元にあるなんていうのはね。そうですね、はい、あの団体のコンクールなので、はい、あのたくさん賞状はいただいたんですが、あの誰一人持ってないんですね、みんな学校にあるので。そうですね、はい、そういう形になっちゃいますね、はい、うん、でも実際あれですかね、その今までのこのお仕事っておおよそ何人ぐらいいらっしゃるんですか。吹奏楽に関わった人間だけで500人ぐらいじゃないかなって、うん、ちょっと計算上なんですけれども、なるほどね、あの他に音楽を教えたってなりますと、うんうん、国語も教えていましたので、うん、あそうか、ちょっと数えきれないですね。そういうことだね、はい、相当数になります、うん、なるほどね、はい、分かりました、まあ、あとですね、まああの、まあ、せっかくこういうお写真もお借りしたので、これもまあ同じあのあれですけども、ついてるメモリアルコンサートになる前にですね、こういった形の、89歳で亡くなられたことですね。で昨年の8月19日ですね、亡くなられたという形です。まあ、やっぱりあのこうやって見てみると結構若いっていう感じはしますね、あの 初期のあれ見ますとね。で実際にまあこれあの追悼メモリアルコンサートなんですけども、これ皆さんでまあ一応ね実行委員会立ち上げてやられたんですけど、実際に何人ぐらいでこれあのコンサートやるような予定ですか。そうですね、どのくらいいるか、まあ、大体ですけども100人弱ぐらいになると思います、はい、まあ、入れ替わりっていう形でやる。そうですね、あの演奏する人だけではなくて、お手伝いの人ですとか、ね、そういう方入れると100人弱になると思います、はい、まあ、これはあの、日にちが、5月の6日土曜日という形ですね。これ入場料無料っていう形になりますね。はい、そうです。この中でなんかあの松橋さんもいらっしゃるとかっていう独奏って、これちょっと説明していただいていいです、この方。はい、あの先ほどあの赤いドレスを着た方の隣にいたのがお母さんなんです、はいはい、あの松橋くんが本当にあの生まれたばかりの頃から演奏会に参加していただいて、はい、3歳の頃かな、あのピアノの連弾、その年次の年からはソロで弾いていただいて、毎年あの演奏会にあのピアノを弾きに弾いて楽しませてくれた方なんですが、あの芸大を卒業されまして、今あのプロのピアニストとして活躍されている方があの松橋、はい、智弘君なんです。はい、わかりました。まあ、あのいずれにしても、5月の6日の土曜日、真っ白文化ホール1時から開演ですね、まあ、入場料無料という形で、ぜひまた皆さん見ていただいて、参加していただければありがたいなという形です。
なんかあれですね、西念寺さんの方へもし何かあれば連絡という形になりますかね。はい、そうです。何かありましたら、はい、西念寺の方にご連絡いただければと思います。はいはい、じゃあ電話番号伝えますね。026-278-5733、こちらの方へ連絡いただければ、対応されるという形になります。はい、まあ、一応今回はですね、追悼コンサートという形、メモリアルコンサートという形になりますけれども、まあ、皆さん頑張っていただいて、成功裏に終わるようにお祈りしております。今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。いや、三田さん、はい、お疲れさんでした。ありがとうございます。素晴らしい先生いらっしゃったんでね。そうだね、私は存じ上げなかったので、今初めてやってお話しました。素晴らしいですね。素晴らしい、うん、いいことです。はい、知ってた、はい、わかりました。はい、よかったです。はい、そうですね、はい、私は知らなかったです。はい、まあ、はい、予告ね、お知らせ、お知らせ、ね、ね、4月15日、はい、ね、真田家ゆかりの故事と桜巡りっていうのね、はい、日常を中心にやります。はい、ぜひ参加いただきたい。それ続いて20日の日、木曜日なんですけどね、これね、自転車でね、巡るんです。春の城下町っていう形でね、真っ白、これはね、真っ白城からですね、ずっと回っていただいてね、長谷寺、それから大宝寺ね、そちらの方を回ってね、千曲川をね、自転車で回って、それで真っ白駅に着くという形です。はい、ぜひまた参加をお願いしたいなと思います。さすがぶつけ本番でよく言えたね。え、素晴らしい。そうです、頭の中入ってるね。はい、ということで、はい、はい、皆さん、来週予告、今ね、これね、栗橋秀樹さんね、今日来てるので、あ、ちょっと今日おいでなって、じゃあすいません、お願いします。真っ白美容院さん、はい、はい、やります。いやいや、どうも、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしいですね。突然参りましたけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと来週の予告をお願いします。はいはい、そうですね、うん、東大元暮らしって言葉ありますけどもね、うん、我々と僕真っ白町出身なんですけどね、東京大学とかな、真っ白、真っ白素晴らしいってことがね、なかなか真っ白にいると分かんないんですよね。まあ、それと同じように近くにね、長野真っ白総合病院っていう素晴らしい病院があるんですけど、なかなかちょっと近すぎて、その偉大さとかね、素晴らしさが皆さんちょっと分からない。そこでその真っ白総合病院もね、宮坂さんも分かると思うんですけど、まあ、3、40年前の真っ白病院の姿ってご存知ですかね。知ってますよ、ね、それを今回の、あ、今日の真っ白病院いかがですか、比較してみて。あ、昔も今もいいですね。あ、そうですか、うん、両方いいですよ。最近特にまたね、素晴らしい地域のね、はい、南長野地域の素晴らしい幹部病院として、今なってるわけですね。その今回はですね、その素晴らしいね、長野町の総合病院の立役者である、うん、病院長、前病院長、名誉院長の、はい、楠岡院長の秋月翔先生をお呼びして、秋月先生がどのようなビジョンで、どのような行動力を持って、うん、こいつ、いいですね、はい、来週喋るのなくなっちゃう、あんまり言っちゃうと、いや、これだけ、ね、はい、でそれを、はい、なかなか院長生、かきる高い、ね、普通高くて、お目にかかれないので、お招きしてしたいと思いますので、はい、なるほど、よろしいでしょうかね。今は全部言ったんで、来週はやりますか、やっぱり、はい、そうですね、そうですね、はい、来週もね、よくじゃあ、より詳しくお話しいただきたいと思います。こんなことよろしいですか、はい、すいません、はい、わかりました、しました、いやいや、いいです、はい、それでは来週のしゃべくりますのをどうぞお楽しみに。